しもっちの新恋はウォーカー。本日は平和橋通り南方向編ですね。新恋駅からずっと南に南下していきましょう。ここはね、新恋は駅南口ですよね。さあ、こっから進めていきましょう。目の前にね、空き店舗ありますけれども、ここは昔北海道ラーメンがありましたね。老舗のラーメン屋さんでした。残念ですね、なくなって。その隣がね、クレープ屋さんだったんですけど、新しくなってますね。右手の方には郵便局がありますね。駅前にね、郵便局があるっていうのは嬉しいですよね。そして左手には、不動産、あとね、シャッター閉まってますけど、焼肉屋さんがあって、ここね、ちょっと名前が読みづらいんですけど、昔フランス屋っていうお店で、2階の方にね、ダーツバーがあります。今でもね、名前変えてありますよね。結構プロの人とかいるんで、ね、ダーツ好きにはいいお店だと思います。ここの左手にホットモットあるんですけど、ここね、左にね、こう入っていく道があって、怪しい飲食店が並んでるんですよね。ちょっと怖くてね、行けないですけどね。ここもね、通りがとても広いんでね、歩いてると気持ちいい通りになりますね。魚さん目の前にありますね。右手の方には日本海、ここは3時ぐらいまでね、居酒屋、お寿司みたいな感じで食べれます。そしてこの通りが、小松通り会、小松通り商店街になります。最近魚さんね、ここ外壁が黄色と青に、塗装し直しましたよね。なんだろう、時期的にウクライナ色に見えましたけどね、まあ、違うんでしょうけど。左手はね、スプーンっていう喫茶店ですね。ここも結構美味しいって聞きますよ。あとミューズさん美容室、新恋は美容室すごい多いですよね。そしてはしご、ここの、中華そば、僕よく食べに行きます。あ、畳屋さんもあるんですね。さあ進んでいきましょう。ジーパン屋酒井、ここね、結構単価の高い大人のいい洋服が売ってますよ。覗いてみるだけでも面白いと思います。そして第三軒、美味しい中華屋さんがあって、で右手の緑色のラインの建物はスゴっていうね、町のホームセンターみたいなお店ですね。まあ、ちょっとしたものだと、でっかいホームセンターに行くよりここに行った方が近くていいですよね。一本堂食パン屋さんがあって、ここはユニフォーム店ですね。作業着とか飲食店のユニフォームが売ってるところです。そして、目の前が三松っていうね、レトロな喫茶店。そしてこの通りが、東映新金通り、バーチャーズが奥にあります。この三松さんもね、レトロですよね。古くからありますよね。そしてね、これはちょっとお店が少ないんですけれども、右奥に黒い建設の、なんていうんですかね、足場ネットがかかってるところ、ここ1階がアズヘアっていう美容室、私がもう16年ぐらい通ってますね。もう長谷川さんっていう店長さんがいまして、その方に切ってもらってますけれども、新恋はマニアで動画も出してらっしゃるので、 YouTube で検索してみると面白いと思います。新恋はね、今もう本当マンションラッシュ、歩くとすぐに工事現場があるんですよね。そしてね、この通りはバス通りなんで、すごく、停留所も多いんです。
右手にはまた建設中のマンションですね。南葛 SC の旗ですとか大きいね、宣伝するようなのを工事現場のああいう仮囲いのネットにね、ここ貼ってもらうとすごく宣伝になると思いますよね。そこら中で工事やってますからね。左手にはですね、金物屋さんですね。プロの方が使う工具から、ね、家庭用まで揃ってますよね。おっと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 、信号が赤なので渡らずにと。真正面には町の自転車屋さんがありますね。自転車屋さんも最近少なくなりましたよね。こちらとあとは小松通り商店街にね、サクチャリっていう自転車屋さんがありますよね。オーナーの方も優しい方なんでね、サクチャリさんはおすすめですよね。さあ進んでいきましょう。その前にですね、左手にね、いぶきっていう中華そば屋さんがありますね。ここはね、煮干し系のラーメンがメインで、あとね、よくね、チャーハン美味しいって聞きますね。私も煮干し系よくここでいぶきさんで食べたりします。目の前がね、ケーキ屋さんですね。ここのね、クラシックショコラ、僕は好きですね。そして、ハンコ屋さんがあって、村山お肉ステーキ専門店みたいな感じのお店ですね。そして進んでいきましょう。電話ボックスなんて懐かしいですよね。そして、右手の方にはゲオ、DVD のレンタルですとかね、ゲーム機器が揃っています、ね、隣にはセオサイクル、大きいね、自転車屋さんですよね。こうやってね、目の前には、工事現場がいっぱいあります。建設ラッシュですよね。ここはね、それほどお店が乱立して立ち並んではいないんですけれども、ちょいちょいね、面白いお店ですとか建物があるんで、プラッとね、散歩するにも結構面白いですよね。道分かりやすいですしね。さあ進んでいきましょう。右奥にですね、洋服屋さんも見えましたね。ここら辺は何でしょうね。そうそう、ここの右奥ですね、ジーンズメイトさんですね。そのね、僕のプレミアムカルビ、焼肉店ですね。ここはとても広いです。余命席もね、6人ぐらい座れる席なんですよね。全部デザートも食べ放題っていう、ね、コースもありますし、結構にぎわっていますよね。最近ね、できた、去年の年末ぐらいですかね、できたのは。もうちょっと後かな。そしてお布団屋さんがありますね。布団屋さんも珍しいですよね、本当。頑張ってもらいたい。そしてね、ここから左手はね、4軒ほど飲食店がパパパッと並んでるんですけど、その中でもね、若葉という創作料理のお店ありますね。ここもね、おすすめですよ。美味しいと思います。美味しいですよ、はい。前はね、ワインとかも充実してましたけど、今はね、結構日本酒とかも、オーナーさんが好きなので揃ってますね。最近ね、よく見かけますよね、無人の、餃子の直売所ですよね。そして和菓子屋さん源証庵、ここも老舗のお店ですよね。
なんか両国とか亀戸とか、あ、蔵前通りにもこのお店、この餃子の無人直売店ありましたよね。これは、ご当地ヌードルの自動販売機になります、ね、こういうところでももうご当地のラーメンが買えるんですね。さあもうそろそろ終わりに近づいてきましたね。右手の方にはレンタルボックスがありますよね。どういう人がね借りてんでしょうね。なんか中を見てみたいな感じしますよね。さあ目の前にはねコープスーパーが見えてきました。本日はねここまでとなります。次回はまた北口ですとかルミエール商店街、あとは一度ルミエール商店街の2階編っていうのもやってみたいですよね。さあ本日はここで終了。最後はバイク屋さんですね。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。しもっちの新小岩ウォーカーでした。